2018年6月18日18時58分6月17日、関ジャ。無完全燃焼、テレビ朝日系が放送された。当番組は、ジャニーズの関ジャニ∞が毎回様々なアーティストをゲストに迎え、一夜限りのジャムセッションやトークを繰り広げる音楽バラエティ番組だ。17日の放送回では、20周年を迎えた、ハロー、プロジェクトの歴史と変遷、音楽的革命を分析。ハロプロの原点であるモーニング娘。を中心に、それまでの芸能史を覆した、モームス。大ブレイクの理由、や、モームス。の音楽的歴史を変えた人物、彼女たちのアイドルからプロ集団への変遷などを紹介していた。番組はファンからも好評なようで、アイドル好きとして知られるバンド、リンとしてしぐれ、ドラムのピエール中野の関ジャム、出演者と扱うテーマに対して愛と思いやりと配慮が凄まじくて、よし。音楽番組すぎる、というツイートをはじめ、めちゃくちゃに感動した、関ジャムの番組関係者の皆々様、本当に素敵な企画をありがとうございます。関ジャムのハロプロ特集良かった。かなりマニアックな内容になってて嬉しい、録画してた昨日の関ジャム見た、チルダ。面白かった、チルダやっぱファン以外の人に褒められてるの見るの気持ちいい。